ジ散歩。パナソニックスタジアム吹田で引退試合をやることになりました。あ、引退試合開催なの？ありがとうサッカーっていうなんかテーマが、自分がサッカーによって今の人生を歩めたっていうところでありがとうっていうことを言う日にしたいなと。はい、ここから企画を用意しております。ガンバレジェンド橋本秀夫さんに聞く橋本秀夫引退試合のここを見ろ参戦でございます。よし、試合のね、この見どころですよ。これは一番ね、これは一番ファンサポーター一番ここを見てくれっていうこの見どころがあれば、はい、ありますありますあります。ありがとうございます。めっちゃ眼球すっごい、あるある、開きがすごい、はい、じゃあもう一つずつでいいんで、はい、はい、じゃあ変えたいんですよね。いいですよ。早いな、もうずっと現役の時からさ、ずっとさ、なんかこうなんか頭いいというか、なんかよう考えてるというか、もうできたの、はい、こっちは喋ってない。はい、できました。早いですね、はい、やっぱりね、回転早いですよ。はい、第一戦です、どうぞ。はい、ポジション争い、はい、カジのポジション争い、カジと内田篤人のそこ岡田さんにどう評価してもらうか、実は俺できんねんってっていうのを見せたいんやろうなと思って、だそれでこれちょっとね、どっちがスタートになるかは正直分かんないですけど、それは岡田さんが、橋本さん、はい、それ現役の時にやりたいです。もう引退したらもうどっちでもいいです。でもこれ一つの、これはね、これはどっちが、梶明か内田篤人か、どっちがスタメンで出るのか、そう、まずスタメンでどっちが出るのか、はあ、これはそれに加えてどれだけお互い、まあ、活躍の仕方もちょっと違うと思うよね、タイプが違うから、うん、そうやね、そのあたりを注目して見ていただけると、そうでね、なるほど、そこでやはりこう岡田武史がどういう目で見てるのか、やはりこう引退してからもやっぱ変わらないのかっていうところでね。カジ左って言われるかもしれない。はい、行きます。私引退します。ちょっと皆さん誤解しないで、それで引退したわけじゃないですからね。もうその前から決めてましたから。はい。はい、岡田さんとか内田さんと関係ないですからね。皆さんそういう巷の論争はありますけども。まあ、ね、まあ、そうは言っとかないとね。いや困るんでね。いろいろ。かけないです、上から、ね。はい。じゃあ2つ目。はい。でもまだね、結構日本代表もそうですし、ガンバちょっとね、2005年のメンバーはちょっとわからないですけど、日本代表のメンバーね、結構今も動いてる、試合でいろいろね、OB の集まりでね、はい、早いな、まだ喋ってないね、早いね、いくぞ、見どころです、ここの2つ目です、どうぞ、はい、ガンバの攻撃。おまあ分かりやすい激です、これはね、はい、これはもう、はい、まずフェルナンジーニョ、大黒、アラウジョの3人がいたり、はい、まあ蓋も関わって、うん、まあやっともね、うん、そういう前の選手の攻撃っていうのがもともと2005年の売りだったので、はい、うん、まあここの今発表できているメンバーのどう構成を組むかはちょっと西野監督がどう考えるかはあるんだけど、うん、ね、いけたらいいんじゃないかなと思ってるので。そうですよね、はい、これはちなみにちょっと気になってたんですけども、遠藤さんは来ないんですか。遠藤さんは今もう決まりましたよね、 J1 決まりましたね。これは再オファーかけないですか。いや、来れるでしょうね。来れるよね、はい、呼びましょう。呼びましょう、はいはい、まあ本当にやっとまで来てくれればね、より皆さん盛り上がってもらえるんじゃないかなと。面白いですよね、はい、それは大黒の動き出し、アラウジョンとフェルナンジーニョのワンツーでの突破。ああ、もうあの外人でもやるんでしょうね、外国人でね、2人で。で、オグリが怒るっていう。オグリが、ね、俺に出せよ。お前だけでやんなよ。言って怒るんで、怒る。蓋やろうっつって。蓋を巻き込むっていう。蓋はもう蓋でもひたすらスルーパス狙って。はい。多分今やったら多分キック力ないんで、多分裏に通せないでしょうね。うん。超えないかもしれない。超えないけどね、ショートしてね、カットされるかもしれないですね。アジ散歩。そこですね、ガンバの攻撃です、
もうガンバといえばね、もう攻撃なんで、攻撃のこの魅力を存分に、はい、もうそこはきっちり日本代表が最終ラインに止めたいと思います、はい、絶対に点決めさせへんからな。じゃあ3つ目ね、これはでもね、久しぶりに会うメンバー多いからね、ガンバの選手もとね、うん、なんかすごい楽しみではありますね、これはね。いや、ちょっと同窓会的な ね雰囲気もあるから、いろいろなんかこう、まあね、体型も変わってるやろうし、ね、顔もやっぱり年取ってるっていうのも、まあそれもね、やっぱりこういい味になってね、皆さんそこはこういろいろ苦労もしながら人生歩んでるんだなっていうのがあると思います。はい、わかりました。3つ目です、どうぞ。はい、橋本英夫の得点。自分で締めましたね。何、ああ、え、僕ね、年間1点しか取ってなかった選手、よう言うわ。いや、あのワンシーズンだけやから8点取ったの。あ、すごかったよね。あれ以外は毎年1点しか取れないような全然点の取れない選手やったんで、それがこの試合でどれだけみんなが取らせてくれるのかっていうところを、まあちょっと見てもらえたらいいのかなと。あとは自分が今これ言うことでめちゃめちゃプレッシャー感じてるんだよね、うん、あ、点をなんかみんな取らそうとするから。あ、そうやね。であればもうどっち一緒取らそうとされんやったら自分から言っちゃえと、そこは見てくださいねって。俺絶対嫌やわそういうのでしょ。嫌じゃない。いや、俺だって周りの選手を取ってくれたらもうそれでいいもん。ああ、でも今回は取らないって取るんでしょ。うん。どっちやの。いや、取るはずなので。取るよね。うん、あのもう忖度 PK があったりとかもね、よくあるけど、そういうのじゃないのでやっぱ取りたい、ね、普通にね、綺麗にね、取りたいよね。そう、そのためにこれをどう、じゃあみんながお膳立てをしてくれるのかっていうところをちょっと見てもらえたらいいのかな。これはでも現役の時あれ何試合連続でしたっけ？7試合、6試合、6試合、はい、もう1個で新記録ってこと？ね、8が1位でサリナスって昔アルゼンチンの、もう本当昔のマリノスだった。そうです。それで次7試合は数人いるんじゃないかな。で6試合めっちゃいいね。ガンバもめちゃくちゃいいね。バンもやってんじゃないかな。バンも結構取ってたもんね、うん、連続で。6試合はいるけど、一応6試合連続ゴールの最年長記録らしいよ。31歳とかやったから、年齢で6試合連続はゴンさんの記録を俺は抜いたらしいよ。ゴン中山さんすごいね。記録、ちょっと記録欲しい。記録だけね。あと J3 の最年長ゴールもまだ持ってるから。何歳？42になる前くらいかな。41歳11ヶ月11日かなんか。確かに、もう6試合連続っていうことは6点っていうことは、もう 6点を取りたいね。いやちょっとそこの記録塗り替えよう試合で。いや、周りの人に俺は取ってもらいたいんよね。もともと脇役の選手だと俺は認識してるから。だからこそこう今までスター選手だった選手がその引退試合で輝いてもらうっていうのが一つ今回の引退試合のなんか自分の中ではいい試合になるんちゃうかなと思って、うん、今日はもう盛りだくさんやったなこれ。なんかまだ言い足りひんことないですか、橋本さん。いや、まあ、最初の前回のカジ散歩で伝えさせてもらった内容にはなるんですけど、僕はあのゴール裏があのサポーターで僕だけじゃなくて、その2005年にいたメンバーにちゃんと歌ってほしいなって。やっぱりみんな戻ってきて、このスタジアムね、みんな経験はしてないんですよね。それが一番ちょっと希望としては。だから前回もちょっとゴール裏皆さん来てくださいって言ったのはそういう意図もあって、だからゴール裏がこうね、すごい覚えてるのが2005年のナビスコカップ決勝、国立で、まあ大阪やん、国立東京やん、入らんやろって俺思ってたよ。すごかったよそれが。もう超前すごい残ってんのよ、ガンバで。そう、ガンバのファンが入ってった時、え、こんなにガンバサポーターっておったんってなったぐらいびっくりしたよ。うわーってなってて。ハッシーのちゃんとどんなやったっけ？それはあの本番で。俺は分かるけどね、そんな。あ、分かる？分かる分かる。俺自分のちゃんとってどんなやった？カジノは知らん俺は。キングカジー。キング。キング。歌好きやな。キング。キング。来ないな。あ。じゃあね。最後一言、
はい、もう言いまくりましたけど、あの12月16日2時からですが、あの皆さんに本当に楽しんでもらえるように家事にも協力してもらって頑張りますので、皆さんお越しください。今日は本当に非常にいろんな仕事をしております多忙な橋本秀夫さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。